勝2敗の遠藤と10勝3敗の高安の対戦。遠藤は勝っておかなければ逆転優勝の望みは絶たれます。今度は左四つの体勢になります。先に上手を引いた方が投げに行って崩す相撲も出ています。さあ遠藤は勝たなければなりません。遠藤が敗れますと豪栄道の初優勝が決まります。勝って望みをつなぎたい遠藤、そして高安は来場所大関昇進をかける場所となりそうです。したがってここは一つでも二つでも勝っておきたい。高安は少し硬くなったかもしれませんね。高安の方が、はい、立ち合いも高かったし、ね、なんか踏み込みも浅かったような感じします。このあたりです。この上手の取り方どうですか。いいんじゃないですか、自分の立ち合いですよね、はい、高安ここでいつも残してね、はい、もっと回り込むんですけど、簡単に出ちゃいました、ね、あのすくい投げ一本に勝負に行ってしまった、しのげなかったですね。そうですね、いつもあの後こっちに左に回り込むんですけどね、遠藤の引き付けが強かったんで動けなかったんでしょうね。遠藤はだいぶ戻ってきましたね。そうですね、もう高安腰重いのにしっかり自分の肩で